みありがくま、しゅんさんありがとうございます。アンドゥさんもクマのぬいぐるみ、ゆっくりできてます。むーちゃんをもう帰ってきて速攻癒されました。むーちゃん、マジかわいい。寒っ。こまこまさん、クマのぬいぐるみありがくま。こまこまさんありがとうございます。ほえさん、クマのぬいぐるみありがくま。ほえさんありがとうございます。こんにちは。セリ様さん、クマのぬいぐるみありがくま。セリ様さんありがとうございます。が乾燥してる。喉痛い。こんにちは。ゆっくりできてるよ。今からはちょっとバタバタと動かなきゃいけないけど、今日はね、まあ、お母さんは仕事でさっきまた一旦帰ってきて、また行ったんだけど、妹はなんか今日から3連休だから、お友達とね、お出かけに行ってまして、帰ってくるのが多分夜遅いと思うので、今日は弟と3人でご飯を食べます。なんかお母さんは本当は私が早めにね、決めてたら、お休み取れたのにって言ってたんだけど、さすがにちょっとキンキンで、先週の始まりぐらいかなに言っちゃったから、あ、先週の途中ぐらいだったかも。なんか途中ぐらいで3連休の日帰るねって言ったから、だから今日は弟と3人でご飯を食べます。うん、逆にせいちゃんが帰省して助かってるんじゃない。そうだね、だって帰ってきて仕事から30分もしないうちにまた出てたからその間にね、ご飯とか弟たちの作んないといけないから、来週から劇場公演ほんまに始まるんかな。バレンタイン公演当選したけど始まるでしょ。うん、多分本当にメンバーが体調不良でちょっと出れないとかなる以外はやると思いますけどね、きっと。何リーズの企画って、何もやらないよ私。え、何企画って、
なんかやるって言ったっけ、企画。え、なになになに、どういうこと、何企画って。いや、何もやる予定はないよ私。何、何個やるって言ったっけ。マミタク全員にフェイスガードするかな。うーん、どうだろうね。まあそっちの方が安全だと思ったらやるんじゃない。ああ、公演の後にやるって言ってたやつ。ああ、そう、でもね、うん、どうだろう。なんかマネージャーさんとまだそんなに話し合ったわけじゃない、提案してくれて、あ、それいいですね、やりましょういつかみたいな感じで終わっちゃったから、話がね、まだその時は。だからそのいつやるとかは全然決めてないし、まあこの時期だからちょっとなーっていうのもある、正直。よし、私はその2月いっぱいはまだその平日が学校っていうのもあるから、あんまり遅くまでできないっていうのもあるから、どうなんだろうね、いつぐらいから始めるとかは全く決まってない。痛い。ね、足がさ、ガチで痛いんだけど、どうしよう。なんか今日ね、昼間さ、あ、実家に帰る準備しなきゃなと思って、お昼ご飯食べて、そっからね準備してたの、着替えたりとか、なんかちょっと持っていくものとか。そしたらさ、なんか歩いてる時にズキッてきて、いたってなって。なんか擬音多い多い、なんかね、立てなくなったの一瞬で、しばらくしたらまた普通に戻ったんだけど、なんかたまにズキッてなる。これはもう病院に行った方がいいのかな。硬くなり、あんまり病院に行きたくないんだけどさ、この時期は特に。しかもなんか普通なんていうの、なんかなまった。足の甲が痛いんだけど、しかも中指の通って骨があるところらへんが痛いんだけど、なんていうの、そのズキって痛くなった時はほんと足全体が痛くなったみたいな感じだったのね。怖いよね、原因不明なんですよ。何かしたかしら。あー、ムー連れてくればよかったけどね、今日ね眠そうなんだよね、めっちゃ。もう弟にべったりでめっちゃ眠そうだったから、さすがになんかちょっとかわいそうだなと思って連れてこなかった。病院行くのめんどくさいな。極力行きたくないよね、病院は。まあ弟たちもね、だいぶお腹空いてきたみたいなんで、6時には終わりますと。私もお腹空いた、なんかお腹空いた。デデちゃん、クマのぬいぐるみありがくま、デデちゃんありがとうございます。もうすぐ多分ご飯も炊けるし、
あ、でもあと15分くらいかな。そう、時計の時、ここには壁掛けの時計があるんでね、まあ、あんまり意味をなしてないんですけどもそう、サラダもあります。チョレギサラダにして食べる、自分で。もう葉っぱはお母さんが用意してくれてるんで、あともうごま油と塩を自分でかけて好みで食べるだけ。手料理言っても私が作ったわけじゃないよ、私が用意したわけじゃない、私は準備をするだけ、もうあの仕上げをするだけ、仕込みをしてくれたのはお母さんだから、全部。まあママの料理が食べたかったんでねそりゃまあそう。誰か上に来てるな、誰だ。あら、違うか。井上黄色さん、プレゼントありがとうございます。 iPhone はそう、手持ちです。失笑した。眉毛がね、私濃いんじゃなくてね、これ今もともとが薄すぎるだけなんですよ眉毛描くのは本当に下手くそどうした、お腹すいた、うん、もうすぐご飯作るかも。何それ、え、俺が作ったやつ。そうなん、ねえ、寝らんでよ、ご飯も作るだけ。すぐ上来るやん、せいちゃんが配信しとったら。大好きかよ、いたねえねえ、それ持ってってよ、寝るときそれいらんやろ。うん、自分で作った、うん、スナイパーライフル、それアサルト、アサルトライフルか。山本浩平さん、熊のぬいぐるみありがくま。山本浩平さんありがとうございます。レフさんも熊のぬいぐるみありがくま。レフさんありがとうございます。もうすぐ作るけん下で待っとって。あ、おーい、あ、ねえねえ、ご飯があと何分か見てきてくれん。オーマイガー、チャカさん、クマのぬいぐるみありがくま。チャカさんありがとうございます。カミさん、プレゼントありがとうございます。さあ、あと何分でしょうか。あと19分、ありがとう。何、めっちゃ笑ったね。何何、疲れた、走ってきたの、何の顔それ。疲れた時の顔。あ、疲れた時の顔あと15分見たい、こんな感じよ、見えとる。下に上、横に行きます。チョコレートね。
その笑いこらえる時の顔やめて。シャツが出とうよ、直してちゃんと。次小学校3年生になるんやけど、おかしいよそんなシャツが出とったら。あとズボンくるくるも直して、ズボンくるくる直してって。懐かしい、うん、写真ね。ウルトラマンのシャツが。ああそれね、まあ、よく着よったら。ああ。なんかズボンのねゴムのところをさ何も考えずに上げちゃうからくるくるなっちゃうの。それを直さないからね。ね、ちゃんと直すんだよ。見たい？映りたい？映るのはダメだ。そうね。バレたい。そうバレンタイン。バレたいよ。バレたいよ。ああ。無理だ。ここ寒かろ？違うんだ。違うんだ。何そんな外ばっか見るん？前髪が長いな。前髪今日でも朝っていうか、家出る前切ったんやけどな。ちょっと俺の前の家ランニングができるぞ。どういうこと？こっちに。ああ外ね。そあのね、庭でランニングができる。こうやって回れる。建物が真ん中にあって周り回れる。ふぅ。弟はねまだね興味津々な年代だから。あっねえほらすぐそうやってそんなことするけんそうなるやろ。もうこれ捨てな。バキフォンだ。あでもこれまだまあいや使えんな。使えるよ。使えん。見てハンガー壊れた。弟が割った。最悪。なんか弓矢みたいにこうビーってやろうとしたらバキこれ捨ててきて下に。なんか怪我するよそんな人ったら。ねえやめてもそれ以上悪化させんよ。じゃあね。ああ面白い。うちハンガーいっぱいあるけど別にいいんやけどさ、なんかあの何滑り止めみたいな感じのハンガーやから。惜しいハンガーをなくしたぜ。はいということで、まあもうそろそろねご飯も炊けるということで、そろそろご飯の準備をしたいなと思うので配信は終わりたいと思います。本当にいつも急で申し訳ないですね。ということで今日は今何分だ。やっぱ喉痛い。マジで昨日から喉痛い。まあいいや、とりあえずランキングを読みたいと思います。あやばいごめん爪入ってた。13位 SAT さん、12位ミャウイさん、11位デデちゃん、10位アンドゥさん、9位シュンさん、8位チャカさん、7位山本浩平さん、6位コマコマさん、5位レフさん、4位ホエイさん、3位セリ様さん、2位井上幸宏さん、そして1位がカミさんでした。ありがとうございます。その他もたくさんコメントしてくれた皆さん、見に来てくださった皆さんありがとうございました。なんか大爆笑してる下で、あ多分あれだハンガー見せたんだ。はいはい、ということでまた明日かな。あ間違った、あ帰ってきた。バイバイって、もう終わるよ。バイバイ。